こんにちは、シローです。今回の動画はそうめんの記録です。早起きに大成功した朝に、なんだか気がおかしくなったのか、そうめんを一袋一気に茹でてしまいました。あー、こんなにたくさん、絶対食べきれないよ。とりあえずタッパーに移して、食べる分だけザルに盛り付けてっと。よし、今日は漬けといたカブも一緒に食べちゃおう。あー、まあなんだかんだでいい朝になったね。七味もかけて、あ、美味しそう。いただきます。なんかもう朝早起きできたから、なんかしたいなと思って、いつも朝できないことって思って、麺茹でらんないから今日は麺茹でるかと思ってそうめん茹でたんだけどさ、いや朝からすることじゃないなって思っちゃってそうめん茹でながら、なんでそうめん茹でてんだろうとか思っちゃったけど、茹でてよかった。おいしい、最高。いやでも朝ごはんのこの食べてる動画撮るのいいかもしれない。発声練習になる。喉がこの間ガミガミだけど、あおはよう。ラーメンだこりゃ。まあ美味しいからいいでしょ。七味美味しい。マサル系の素に溶けて、昆布はハサミで切って入れただけ。簡単だけど美味しい。なんかすごく後悔したけど、やってよかったわ。今日の仕事頑張ろう。さて、次の日の朝は残ってたそうめんを使って料理します。お肉を炒めて、鍋に油を敷いたらそうめんを炒めていきます。切ったキャベツも乗せて、お水も入れたら蓋をしてっと。その間にスープの準備、ネギを刻んでごま油で炒めます。それからお湯入れて、ウェイパーにうまいタレ、胡椒もかけたら完成。お、こっちもいい感じ。今日はこれ焼きそばのソースです。いつか余らせてたソースがあったので、ちょっと初めての試みですがやってみました。美味しいのかな、これ。食べるの楽しみ。うん、焼きそばだ。いやー、なんか不思議、なんかそうめん感もある。焼きそばだけど、味はほんと焼きそばのソースしか入れてないから、焼きそばなんだけど焼きそばじゃないみたい。 なんだろう、なんか麺があるのかな、やっぱ。うんうんうん、麺すげえ。おいしい。うん、これでいいな。なんだか焼きそばのソース余ったそうめんとかうどんとかでやっちゃえばいいんだな。うん、あとは具なしの中華スープ。具なしって言ってもネギは入ってます。このね、ネギだけの中華スープ好きなんだよね。よし、早く食べよう。早く食べて、今日
今日も一日頑張るぜー。ああ、今ちょっとさすがに取りすぎだ。おはようございます。昨日の朝食べたそうめん焼きそばとスープが余っているのでレンジでチンして食べちゃいます。ああ楽ちんだ。でも昨日のまんまだとなんだか悲しいから今日は目玉焼きでも作ろっかな。上手にできますように。よしオッケー。今日も最高の朝だ。いただきます。おはようございます。今日でようやく食べ終えそうです。まだ余ってた中華スープにめんつゆを足してそうめんを入れたら卵で閉じちゃいます。いやーこれ絶対美味しい。それからごま油で炒めた大根の葉っぱも入れて完成です。あーこのあったかそうめんがなんだかんだで最高なんだよな。おいしい。そうめんはねやっぱ卵で閉じるのが好きだな。うん。これから七味大臣。やっぱねもう七味大臣がいないとダメな体になってしまう。では七味はなしで食べて、でもあとはだいたい七味かけてる。これがね美味しいんだよね。朝からこんなん幸せすぎるでしょ。じゃあ七味かかったやついただきます。これはもう今日も頑張れちゃうよ。あったまるしね。やっぱね朝からあったかご飯だと嬉しいんだよな。ほんと時間ない時はもうコンビニ寄っておにぎりパッて買って食べるけど、まあ、それもいいんだけど、いややっぱこうやって食べたいわ。幸せになれるためにも、寒さに負けず早起き頑張ろうね。無理はダメだけど。今日も絶対いい日になりそう。